イルクレンジングをいろいろ試してるんですけれども、今回はシュウエムラアルティメイトと韓国コスメの魔女工場マニョコンジャン、マニョコンジャンをお取り寄せしてみたので比較してみたいと思います。で、韓国の口コミサイトのクレンジング部門で上位であるということと 99.9% 天然成分ということでこちらをお取り寄せしてみました。9点の方で、2000円くらいで販売してます。9点の中にある魔女工場 のサイトの方で買ったのでサンプルもたくさんついてました。最近ウズのマスカラでお湯オフなんですけれども、このリムーバーをつけてシューの方からやっていきたいと思います。はい、でまずは私の大好きなシューウェムラのアルティムエイトスブリムビューティークレンジングオイル。もう使い心地、洗い心地、香りというもうパーフェクトですよね。でオイルを人を肌に温めて顔に通します。でやっぱりポイントメイクも結構スルリと落ちるので、まつげだけのリムーバーをしてこれをつけていつも落としてます。3のクレンジングオイルとかと比べるとすごくサラサラですね。シューのは全部結構サラサラな感じがします。特にこのエイトはアルティムエイトはサラサラですね。でメイクとオイルが馴染んでくると少し重たくなってきます。やっぱり基本ね、摩擦はねしないようにがっつりしてますけれども、なるべく機材だけを指で滑らせるような感じで馴染ませていきます。香りなんですけれども3とかのオレンジベルガモットのすっきり癒されるっていう感じではなくて、オーガニック系が好きな方は気に入ると思うんですけど、香りがね苦手な方はちょっと怪しいかなっていう香りです。でも私は大好きです。はい、では乳化をさせていきます。これがねオイルクレンジングの醍醐味なんですよね。で私は手のひらの両面をしっかり結構濡らします。そしてこうやってなじませていくんですけれどもね、ドロドロに乳化していきます。浮いてきます。小鼻周りや凹凸のところやフェイスラインなんかをしっかり乳化させないと、オイルだけが残ってちょっとぬるっとした感じが残りますので、しっかりと乳化させます。日頃こうやって乳化してるところを自分で見ることがないので、こうね動画撮ってねすごい沼のようだなと思いましたね。はい、そしてしっかり乳化したところで洗い流します。でアルティムエイトっていうくらいなので8つのオイルがメインで作られてるクレンジングオイルですね。はい、ホームページには読みますよ。カシミヤ肌へ導く至福のテクスチャー、本当もサラサラです。で潤いと透明感を感じる洗い上がり、潤いは本当に残ります。で終わりなき美しさに挑み、しなやかで滑らかな肌へっていうのを歌ってますね。はい、でこれでね洗い流してみました。でこちらはねダブル洗顔が不要なのでこのままでいいんですけれども、ね、乳化の時にね分かったと思うんですけれども、メイクを浮き立たせて強力に落とした割には滑らかな感じが残るのがこのシューのアルティムエイトなんですよね。でこれからね全くおすすめしないんですけれども、どうしてもね私ね泡で洗顔を終わらせたいんですね。食後は甘いもので締めたい的な感じです。韓国コスメのマジックストーンなんですけど、どうしてこれを使ってるかというと、で洗顔後にエッセンスもつけたりするんですけれども、ビタミン C を一番につけることが多くて、するとペーハの関係でちょっとひりつきというかピリッとする感じがあるんですね。これは別にいけないことではないんですけれども、このマジックストーンはひりつきがないんですよね。なんでだろう。これは本当に勝手にやってるだけで、週 の BA さんは絶対洗顔しないでくださいって言ってました。すごく乾燥しますって言ってたので絶対にしないがいいと思います。その代わりと言っちゃ何なんですけれども、しっかりと保湿をします。その後にで化粧水をたっぷりつけてクリームで蓋をしてしっかり保湿をしています。はい、そして韓国コスメでなんかいいねクレンジングオイルないかなと探した時に、こちらの魔女工場ピュアクレンジングオイルですね。なんといってもシューのアルティムエイトに比べて多く入って半額以下、安いんですよね。そして洗練、いや、そして天然成分 99.9% で、やっぱりお湯オフのマスカラってオイルじゃ落ちないんで、やっぱりねリムーバーを使います。でまたまたこうやって温めて
塗布していきます。香りがね、なんともスリー寄りのスリーに韓国テイストを加えたような香りです。で、テクスチャーはアルティムエイトより重いというかサラッとじゃないですね。でね、この魔女工場はいい成分を肌を騙さないというスローガンを掲げてオンラインで知名度を上げてきたブランドらしいんですけれども、目に染みない、これもちろんなんですけど、アルティメイトもちろん染みないんですけれども、私ね3 の, クレンジングオイルは目が染みるんですよね。これも目は染みないですね。だから目元にもしっかり塗布できます。はい、では乳化です。乳化していきます。はい、結構ねしっかりと落ちてますよね。はい、ホームページの方にはこう書いてあります。読みますね。刺激的な合成クレンジングオイル代わりに天然の栄養をたっぷり入れた肌に優しいピュアクレンジングオイルが刺激ない洗顔を提供します。濃ゆいメイクと毛穴の微細、ほこりまで専用リムーバーがなくっても肌に負担をかけずに優しく洗浄してくれますとのことですね。はい、ではね、あんまりね乳化するとね負担がかかるので洗い流したいと思います。でもね、乳化させるね作業が好きなんでね、ついつい長くなるんですけども、あんまり良くないそうです。でね、乾燥がやっぱオイルクレンジングしっかり落としてくれてます。どちらかというとシューのアルティムエイトよりさっぱりした感じですね。で、洗い心地というか触り心地もシューより滑らかさというか潤いはないですね。しっかり落ちてます。この後にしっかり保湿が必要だなっていうのは感じました。お湯オフのマスカラはねちょっと残ってたんで、やっぱりしっかりお湯で流した方がいいですね。魔女工場のクレンジングオイル、天然成分 99.9% で、このお値段っていうのものすごく安いと思います。しかし結構強力だなっていう感じたので、しっかり保湿の方は必要だと思います。で、それに比べてやっぱシューは洗い上がりという潤いですよね。滑らかさはやっぱり残ってるので、お金があればシューのアルティメイトかなと思っています。ご清聴ありがとうございました。